うも、はじめまして。マテノのアントニーって言います。どうも。お名前なんて言うんですか？原田春馬です。原田春馬くん。はい。春馬くん。はい。妹さんは？原田ほのかです。ほのかちゃん。春馬くんとほのかちゃん。はい。やっぱ似てるね、顔とか。妹は、うん、お父さんにって結構言われるけど、うん、僕はお母さんにって結構言われます。ごめん。お兄ちゃんからほのかちゃん可愛い？たまに喧嘩するけど。たまに喧嘩するけど。喧嘩するほど仲いいって言います。言いますよね。なんか外国人がことわざ教わってるみたいな。今ね、言いますからね、はい。ちなみになんだけど、滑らない話っていう番組知ってる？お父さんが見てるから見てます。あ、ほんと、うん、お父さんが見てる、はい、知ってる、うん、わあ。前のだったら確か、うん、あのか、あのチャージニアさんだっけ、うん、あのその人のカメラ、タートルトーク、そう、面白かった。はい。ちなみにね、それの回に僕出てるんだよ。見ました。おー、見てくれてた。はい。うわ、嬉しい。その DVD がもうすぐ発売になるからね。はい。絶対買うよね。お母さんにねだろうね。もうすぐクリスマスとお年玉だから欲しいって。他に欲しいものがある？まっすぐな目で。その滑れない話ってね、みんな誰しもが一つは面白い話を持ってるっていうのがコンセプトなのね。はい。で、お兄ちゃん、なんか面白い話ある？あります。 ある？あの、昨日、ちょうど昨日の話なんですけど、お母さんがちょっと、うん、あの、うん、あのスウェーデン大使館に行こうとして、うん、それでスウェーデン大使館でに行く方がお母さんが分からなくなって、それで駅の人に聞こうとしたら、なんか六本木大使館とか言って、なんか六本木大使館、六本木大使館行って。スウェーデン大使館行きたかったの見て、で、それじゃ伝わらないよね。春馬くんとほのかちゃんも良かったけど、やっぱり僕はこっちが大好きです。滑る。